から新宿も来てくださった方々、本当にありがとうございます。また今後も路上ライブ、箱ライブ、たくさん予定がありますので、SNS ご覧いただいて、足を運んで直接聞きに来てくださったらすごく嬉しいので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。